おお。うるせえ、ガチうるせえなこいつ、やばいねこのエッセンス。はい、皆さんこんにちは、シュです、よろしくお願いします。ということで、鬼滅の刃コラボ始まって早2日が経ちまして、2日目でございます。今回はですね、天元、宇髄天元をね使っていこうかなと思います。まあ SS がね、僕もすでに公式の使ってみた動画とか見て、自分でも使いましたが、こいつねSS すごかったっすね。 SS がもう本当にもうザ天元って感じ。いや、こんちょに使えばよかったって思うぐらいちょっと楽しそう。はい、でもね、ちょっとだけ厳選してきまして、で、この後、戦型解放してんや。戦型一応解放して使っていこうかなと思うんですけれども、まあちょっとステータス見て特徴だけ見ていきましょう。はい、アビリティだけで言うと、まあ今使うっていうよりはどっちかというと近畿だね。近畿の25億とかのメンツに入ってくるかなみたいなような性能はしてるんで、そこが来てからまあ本領発揮してくるのかなっていうキャラにはなってるんですけれども、まあアタッチモン爆発のね、超砲撃がいけるキャラっていうことなので、この時点でもうね、アタッチモンといえばそのディビジョンが運枠でバチバチ活躍していたり、当時ラブライブのね1年生かがアタッチモンでめちゃくちゃやってたのを覚えてると思うんだけど、それが天元2体入れるだけでお互いが誘発もできてアタッチボムも使える、しかも貫通っていう条件もクリアしているっていう、かなり、まあ、求められた。アタッチボム持ってるやつはこうしな、こうあってほしいみたいなのが全部ちゃんと持ってきてるって感じのキャラですね。で SS がね、まあこの後使うんだけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。なんでちょっとそれを使いながら、まあクエスト版でもいいや、もう打てればいいんで何回いきます。はい、ということで、ジューダスですね。はい、まあ弱点ないんですけど、まあ普通に道中友情も入るだろうし、ギミックも合ってるし、であとね、もちろんね、自走を入れて、その普通にこの SS をね、一輪と振り回しながら攻撃っていうので攻撃していくのもありなんですけど、どうやらこれね、シャキシャキ系がいけるみたいなんですよ。そのなんて言えばいいの、触れないで縦貫しても、その近くのやつ巻き込んで、その派手な演出の中で攻撃してくれるらしいんですよね。それがやりたい、それがやりたいんで、僕の技術でもその調整がしやすい、ジューダスに来ました。今回はすいません、本当にめちゃくちゃ簡単なステージなんですけれども、まあ道中がね、もうアタッチボムの強さは皆さん知っていますから、こんなのわざわざ見ていく必要はございません。なんでどちらかというとその縦貫横貫で SS を打っていきたいっていう感じですね。で遊撃悩んだんですけど、俺ワンチャン遊撃より速殺とかの方を優先してあげた方がいいの、まあもちろん両方ついてるのがいいと思うんだけど、っていうので個人的にちょっと速殺をねつけてまいりました。うん、でもこの後2代目厳選とかの時にね、遊撃とかちゃんとつけると思うんですけどいやこれはいいよね。でも超砲撃で誘発できて、2人でね、2人自分同士が相性いいっていう、ネオみたいなタイプになってるんで、他のやつがねセットでなんかちょっと欲しいなみたいな、チンギスハンみたいな感じじゃないんで、それはいいよねはい、でもこれで1段階目溜まってますからね。まあでも速殺あればこれぐらいの SS だったらね、今過去のクエストでもやっぱ溜まってね、自分の打ちたいタイミングタイミングで打てるからいいよね。いやこれがやっぱこれぐらいの SS じゃないともうストレスなくな、 SS は使えねえよな。 OK、 はい、今何が強かったの、超絶爆発で倒したのか、はい、でもこの辺はねもうね、もういつものやつなんですね、このアタッチも。うわー、でも殴りがもうね普通にその時点で強いですからね、地雷持てればね。ゼルだもんね、そうだね。はい、で、まあ、ここまだボスじゃないんで、ボスになってからちょっと打ってみたい。で、ボスの配置もしておきたいんですけど、まあ、バラバラに置いとくか。結局、雑魚処理さえしなきゃいけないんでね、雑魚処理した後に、まあ、縦貫とか綺麗に SS で決めて、どういう風になるのかって見ていきたいと思います。ちょっと楽しみなんですよね、天元。まあ、自分で打ったことはまあないんですよ。自分で打ったことはないの。本当にマルチで打ってる人を見たっていうのと、使ってみた動画を見たってだけなんで、打ったもんねえんすよね。マジちょっと楽しみです、めちゃくちゃ楽しみです。まあね、もうどういう感じなのかはもう予想はついてるんですけど、あともうどれぐらい巻き込むかとかも知りたいよね。なんか友情の誘発もできるんで、その友情の誘発がどれぐらいの、お遠いか、遠いか、これ遠いか、これ行くか、行きます。ちょっと音聞こえてるんですよ今日。いけ、迷惑感できたかな。おおうるせえ、ガチうるせえなこいつ、やばいねこのエッセンス。いやまあ1段階目なんでね、威力じゃないんですよね。おお、かっこよすぎだこれ。うわっ、これ剣士まっちゃう、剣士まっちゃう、
ニヤニヤ止まんねえよこれ。ここニヤニヤ止まんねえよこれ。小西さんも大爆笑よこれ。アタッチボム強えな、やっぱな。アタッチ、いやこれ SS かっけえな。いやこれさ、やっぱりさ、俺今回の鬼滅とかワードの時もそうだったんだけどさ、その使ってみたん時よりさ、まあでも知ってるわけじゃん、使ってみた動画を見てさ、どういう SS かっていうのは。いやこれ打つとやっぱ違うな、自分でな。これだよな、コラボはな。もういやもう最近さ、コメントがもうおじいちゃんみたいな、おじいちゃんになってきちゃったからさ、ちょっと頼むぞマジで。これ剣しまうのめっちゃよくない？こうしますよね。俺しまってなかったらカットします。しまってたよね今。うるせえな。めちゃくちゃうるせえ。でもね、こんなにうるせえのに、あのうるせえより先にかっこいいが来るキャラねえよ。あ、これ縦か。あー、行ったのがどこ行くかな。 4P ちょっとずらすか、あの上のやつ、上のやつ行くか。いやでもこれ当たっちゃうな、めっちゃ削るんよな。ちょっと出して、ちょっと出しくして、でビットコンが1、よし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 、ここでいけるのか。じゃあここで横換しといて、この天気最強の位置みたいな。これ最強の位置だ。うわ、これだと横換決める。うわ、移動した。そうだ、そんなあった。剣邪魔だな。まあでも剣あったら逆にもうちょっと派手になるからいいか。まあ2匹溜まってるんだよな。いろいろおとなしくしつつ、おとなしくして、おとなしくしといて、よしよしよし、いいよ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 。それもう一個上来ない？もう一個上行きません？まだ来ない、爆発した。まあもういくらでもコンテしますよ。あ、じゃあ普通に打ってみます。普通に打ってみるか。まあでもちょっと減速しちゃうんだよな。普通に打つんでちょっとあれだもんな。これさ押して、あ、つまらない、ね、オッケー来た。これ真横俺が打てれば。うわっ、お前また移動すんかい。真横で普通に打ってみます。まあどんなもんかって。これさ、多分さ、パンキーノの友情さすがに誘発すると思うんだ。で下はね多分誘発しない。まあ、弱点ないですからね、そんな威力が出ないってもともと分かってて今使ってるんですけど。うわ超かっこいいよこの時点で。え、超強いじゃん。え、なにこれ。あ、まあ紋章あったかって。うわ、ほら来た、やっぱやってる。これここまで再現するすごいな。別にいいじゃんね、もう終わったんだから SS。 SS 終わったんだから別にあの演出はなくても最悪 OK だと思うんだけど、ちゃんとああいうとこも再現してるの偉いよな。これ SS どうした、なんでこんな強かった今。ああ、まあ、さっき1段階目で打ったからかってのもあるか、多少な。いやいやいや、あ、あいつ、これ敵が弱い、敵が弱いか。さあ、でもこれさ、斜めに打ってみていい？もうさすがに倒しちゃうか。倒しちゃうな、ちょっといいや。あー、アタッチ誘発ね。このアタッチ誘発いいっすよね、やっぱね、毎回ね。この誘発は本当にただただ強いだけだからな。お互いがお互い相性いいってのは本当、最近結構いろんなキャラがそうっすけど本当にいいっすよね。それ結局2体自分で同じやつ入れれば相当。うわー、これ次何回も打つよこれ、何回も打つからね。ちなみに別にいいんすよ。あ、邪魔だよお前。うわー、あいつ邪魔だな。これさ、1回目、もう分かってますけど。ガチうるせえなこれ。ガチうるせえ。やばいねこれ。こんな派手な SS なかったよね今までね。絵的にうるさいやつはいっぱいだけどさ、巨大化とかしてさ、こんなうるさいやついなかったよね。で何が面白いってさ、これアタッチボム拾った方が出んだよね。あ、ほらで、これアタッチボムでしょ。この時点200万、どんどんどんって。これでもう多分全爆発ホント入ったら450万ぐらいいってたろうな。いや、アタッチボムが強すぎんな。てかこう敵が弱すぎるんでね、ちょっとあの最大の天元のいいところっていうのは見せれてないと思うんですけど、まあでも使うときはな、最大火力で使うからな、もともといいっちゃいいんだけど。でもこんなんもうやばいよ、こんなんもうやばいよ、めっちゃ下、やばい、爆発で死んでるもん。いやー、そうですね、天元ですね。
天元してるね。あ、やっべ、減速しようと思ったもん。やらかし。おっと、じゃこれで、あ、これさ見たいね。マタテ監視3体巻き込むんかな。これこの範囲は巻き込みそうですけど、あ、これで友情どれぐらい取れるかわかるね。さすがに巻き込むか。うわー、全部巻き込んでるわ多分。タッチめっちゃついてる。あ、いや1体巻き込んでない。下の 4P だけ巻き込まなかったのかな。あ、じゃああの演出の爆発してる最中ってのは誘発範囲にならないのか。どうなんだ、ちょっと打ってみるわ。これで 3P 巻き込むよね多分。ボスの下に当たった時に爆発するっていうあれで巻き込むのかな。でも爆発ずっとしてっからな。あ、いや両方巻き込んでるっぽいね。そっか、アタッチが同じとこについてるから。そうだね、今2個爆発してたしね。そうだね、じゃあ両方巻き込んでたね。あー、じゃあ友情誘発の範囲も結構広いんですね。でもこれいいよね。魔力感またてかんしてるだけで周りにいる味方の友情誘発ができるだけでも結構評価高いっすよね。相当いいっすよね。これだってさ、ライン上にいなかったとしてもその爆発のとこで巻き込んでくれるなら、なんかちょっと遠いところに根を置いてまたてかん綺麗にやって、その動いてる間敵にボスにダメージ与えられる、かつ根を巻き込んだら根をのリフレクションリング出ながらそれ動いてるみたいな感じもできたりするんかね。なんか友情の組み合わせではちょっと面白いのとかあったりしそうですけど、はい、まあ僕ちょっと欲は満たされたんですけど、次はまあちょっと火力の方で使っていきたいなと思いますね。はい、なんでまあ弱点がある多少なところ行ってみようかなと思います。はい、ということで、貫通ダメオが全然いけるとこなかった。美少持ってんとか言っても多分今の同じ景色だなと思ったんで、ちょっとだけ無理やり珍しく蓬莱来てみました。はい、まあどうなるのかっていうのが楽しみですね、純粋にね。まあちょっと序盤はね、あのいつも通りのあのやり方でやっていくと思うんですけど、後半のボス戦でまあ魔力感とかできたらもちろんしますし、あのできなかったとしてもあれやっていこうかなと思います。あんまり他属性で俺ホーラー来たことないからね、どれくらいの体感値で削れていくのかっていうのが分かんないんですけど、まあまあまあ、でもある程度強いか弱いか分かるでしょうっていうね、のでちょっと行ってみようかなと思います。で、こっから多分もう今あえて縦感したんだけど、これこれさ、多分さ、アタッチも出してたから強い説あるよね、これ。あー、はい、そういうことになりそうですね、そういうことになりそうですね。もうこれは多分カンカンとかそういう時代を超越していますね。もう友情コンボでやっていけと。まあもともと結構いろんなキャラそうですけどね、もうすでにね。ここだけちょっと真面目にやるか。いや、これボス戦楽しみだな。いや多分アタッチモードだけでもね、もうゴリッゴリ削っていくと思うんですよね、本当に。まあでも今ホーランってみんなそうって言われたらそれでおしまいなんですけど、ただね、やっぱ多属性の爆絶でも、いけちゃうよというところをね、やっぱね派手にね見せていかないと。の割には遅延とか使ってちょっとビビってるんですけれども、さあどれぐらい出るこれ。あ、もうこんなにこの時点600万。さあしかアタッチモンって友情が強いよなこれ。もうな、もう天元はこれもうキャラスペックもそうですけど、アタッチモンが強いよな。もうこんなんだって1段階打たなくていいよ多分これ。もうこんなんだったらアタッチモンで終わるでしょ。2体分出ますよこれ。どん、え、これでもさ、あ、まあそんなもんか今誰で来てもぶっ壊れてんだよマジ。何も、今度これも終わるってことでしょ。だってアタッチモードで何をしてんの俺今これ。あ、爽快っすねこの友情マジで。ちょっとじゃあ配置したいな、ボス1の。やべ、何も考えないで打っちゃった。たまたま 2P めっちゃいい位置いないこれ。これたまたま 2P めっちゃいい位置いるんで10日不正で立て替えしたいね。いや、ちょっと近づきすぎか。いや、防げなかったし。あ、そっか、遅延のアイテム使ってんだ。え、これちょっと打っていい？これ倒すけど、これアタッチモード出るよね。あ、出ない。めっちゃ確か、あれ今の範囲アタッチモード出てない。あ、出てるわ。上についちゃってんだ。上についちゃってましたね。なんかちょっとそんな広くないのかな、もしかしたらね。でも今のだって蓬莱を殴ってる段階でアタッチボムがついてないってことは、初動の爆発のところでは誘発しなかったってことですから、そんななのかな。範囲的にちょっと詳しい範囲が派手すぎて分かんないっすね。で、このちょっとアタッチ鑑定な、マジでアタッチボム、アタッチボムガチで意味分かんないな。
これちょっとボスの配置します。ラストのね、こんなぐらいか。もうこれちょっと下げればいいぐらいかな多分ね。霧があるからそんなゆっくりも知らないのか。ちょっとさあちょっと触っていくんねえかな。 OK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 。 あ、上行っちゃったな。まあいいか。ラスゲー上だとちょっとね触れちゃうからね、できればねほんとギリギリボスの下ぐらいに置いておいてあげたいんだけど、そうしたらかなりね見せやすいと思うから。いやアタッチモード適当でいいもんなマジで。だってアタッチモード持ってる友情のやつに触れる、倒したいやつに触れるで終わりだもんな。 3P、 うわっこれ、これ次の蓬莱真横取れるんじゃない。下弱引かねえかな。でも俺蓬莱の下弱引くの得意なんで多分大丈夫だと思います。どうしようかな、あんまりずらしたくないんだよな。 3P を上に上げたい、上げたいですね。おーし、来た、完璧だろこれ。あーちょっと上げすぎよ。で今次が 1P で 2P が倒す。 OK、 よっか、まあ、死んだら死んだで今度。強い強い強い、ちょっと待って、お前強すぎるだろそれこいつは出すんか。ちょっとこれ投下されちゃうよね。あ、遅延あるから大丈夫だ。いやーちょっと、いやちょっとなんか場所がなんとも言えない場所だな。まあ、ちょっと投下して後から行くか。ちゃんと倒してくんのかなそれ。頑張れ、おっしい。あ、投下するか。じゃあ一旦でも雑魚処理全部してからっていう手もあるけどね、回復してもらって。あ、そうすっか。雑魚処理全部しちゃって一旦大曲がりするか。でもカウシーディはこれ大丈夫だよね。そうだよね、まあ、死んだらコン強いんで撃つのが目標なんだよね私。カウシーディ、ちょっと待って、どこ行くの。どう邪魔したいよ本当。あ、でもこれでカウシーディが霧を受け続けてくれるかもしれないね。もうこれ大変だよもうこれ大変だよこれ。こうなっちまったら大変よ。もうアタッチボム、あ、大丈夫か。もうボス絶対食らわんから。オッケー、してけ。おし、ナイス。それ倒したのでけえぞ。オッケー、で、これ切りあいつが食らってくれる。おし、完璧だ、これ。で、あとはもう配置を。完璧な配置を、ここで取っていくしかねえぞ。頑張れ。一回下行って帰って。こう行って、帰ってきて、で、お前超いいんじゃないその位置。めちゃくちゃいいよそれ。でも切り食らうようになっちゃったね。待って、何をしてるんだ俺。そういうあれじゃないん。あっと、いや俺待ち、気持ちよく予感させてくれ。頼む頼む、俺に気持ちよく予感をさせてくれよ。 OK、 これでもう許されないミスは。これでも次予感でいいよね。もう倒せなかったら倒せなかったで、また何かすればいいんで。よし、これ2連続エッセスで終わるだろう。 OK、 これ 3P。 じゃあこれ縦貫してみるか。縦貫したらこれ蓬莱触れてないよな多分な。あ、しかも弱点あんじゃん。え、これちょっと縦貫してみようか。おー、弱えー、弱すぎるよちょっと、え、さすがに弱すぎない？派手だねー。あ、でも弱点拾うんだね、この爆発のやつもね。かっこいい。でも、じゃあ次ちゃんと殴るバージョンですね。まあ、ちょっと、あ、弱点殴んないでいきます。取っちゃうかな、これ。取るか。あ、取んない。いやー、これな。え、これで爆発伸びるね、結構。結構伸びますね、爆発の部分ね。伸びるね、爆発ね。かっこいいなこれ本当。もうこれちょっと雑左寄りですね。でこれ多分次アタッチボム誘発バージョンですね。いやーこれいいな SS、 これめちゃくちゃいいな。打ちたくなるな。あ、途中で倒してもちゃんとしまうんだ。いいっすよこれ、これいいよ、これいいよ。打ってほしいねみんなにも。これはちょっと失態だな。
引いた瞬間ちゃんとバチバチ厳選して打つべきだった SS ですね。まあ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 、なこと言ってもね、もう全員使いたいんすよ。俺は今ね、村田使いたいんだけど我慢してます。はい、なんかクリティカルがすごいらしいんだよね。だから今日この後の動画で村田が出たら察してください。あいつ我慢できなかったなと。はい、で今回は、まあ、天元使ってまいりましたけれども、あ、なかなか良かったですね。俺もうちょっとね、 SS の倍率っていうか、その単数的にと言ってること、あの周り斬撃系って本当に弱いことが多いんで、まあなんかどうせ大したことないんだろうなって正直ね、失礼ながら思っていました。アタッチボムももらってるし、超砲撃できるし、他にやっぱ武器をしっかり持っているキャラだったので、 SS はさすがに抑えられてるだろうなと思ったんですけれども、まあめちゃくちゃ壊れてるって感じではなかったですけど、このターン数の SS で誘発効果ついてて、あんだけね騒がしく、あ、30ターンですよっていうぐらいねうるさかったんで、合格です。合格でございます。もうこれは使いたい。てか早く近畿来てほしいね。これ近畿でね、登ってる最中にやっぱ一個手前できたコラボのキャラをさ、次に来た近畿で使うってのは結構楽しいじゃないですか。なんでまた近畿使ってみたいですね。だから久しぶりにちょっと近畿のライブしてみようかなと思ってるぐらい早く近畿で使いたいんで、まあまあそういうところが来て、高難易度コンテンツが全部出回った後評価が固まっていくと思いますね。まあ現状でどうなのかって言われるとちょっとね、わかんないですけど、性能のところ話すとね。はい、でもまあ個人的にはその鬼滅側の意見で話させていただきますと、文句ないでございます。うん、期待通り。はい、まあ派手、まあ天元が派手じゃなかったら誰が派手になるんだってぐらいね、派手にあってほしい男ではありますので、まあまあそこをしっかり分かった人がなんかその演出とかも考えてくれてんのかなという愛を感じた SS でございました。はい、ってことで、なんかもうモンストでの実用性をもう完全に捨てたような使ってみたになってしまいましたが、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それでは皆様また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。